皆さんこんにちは。配当優待チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は9月が権利確定の株主優待銘柄のうち大人気のクオ・カードがもらえる銘柄です。さらにその中でもこれまた大人気の株を長く持っていると優待の内容がグレードアップする長期継続保有優遇制度を取り入れている銘柄5つ紹介します。 今回利回りの計算などで使う株価は2020年7月9日木曜日の終わり値を使っていますので参考にしてください。それでは証券コード順に始めます。1848の富士 PS プレストレストコンクリートという技術で大きな橋などを作っている土木工事が中心の会社です。 五百九十八円かける百株、五万九千八百円で五百円分のクオカードがもらえます。クオカードについては百株で五百円、千株だと千五百円相当となり、利回りで考えると百株保有がベストです。一年以上の継続保有だと二倍になって百株が千円、百100千株が三千円相当となります。 株価は7月6日の高値655円から57円8.7%下がっている状況財務は安心と言えない状況で自己資本比率 34%DE レシオ0.4倍流動比率116%です営業キャッシュフローがマイナスとなっているのが残念ですし利益率もそこまで良くないです営業利益率3.3%純利益率2.3%となっています お金を稼ぐ力はそこまで高くなく ROE7.9%ROA2.7% です前抜きの配当金は9円で配当成功25%でした今回の予想も9円で利回りが1.5%です優待利回り0.8%と合わせて総合利回り2.3%となっています内容的にちょっと低い利回りとなっています2374のセントケアホールディング 訪問介護が中心の会社です。訪問介護以外にも訪問看護やデイサービスやショートステイなどの小規模多機能型住宅介護や訪問看護も展開しています415円 ×100 株4万1500円で500円分のクオカードがもらえますクオカードについては100株以上の保有で一律500円相当となります 3年以上の継続保有の場合1000円アップの1500円相当になります株価は1月16日の高値491円から76円15.5%下がっている状況財務はまあまあ安心できると言えるレベルです自己資本比率 47%DE レシオ1倍流動比率175%となっています 営業キャッシュフローマージン比率は5.4%で極端に低いわけではありません。営業利益率3.4%、純利益率1.9%と低めな感じです。ROE7.5%、ROA3.5%、e、ということで、まずまずといったところ。配当金については2020年3月期は年間配当が15円で配当成功45%でした。 2021年3月期については、業績の予想が未定であることから、予想の配当金についても未定となります。仮に前回と同じ15円だとすると、配当利回り3.6、優待利回り1.2、総合利回り4.8%と、財務と業績から考えて、なかなかいい利回りだと思います。セントケアについては、売上高のほとんどを介護サービス事業が占めています。この介護サービスについては、 高齢化が進行していることから需要は増加しています実際訪問看護では新規に営業所を16箇所開設して合計の営業所が95箇所になったそうですそして売上高は順調に伸びています高齢化により売上は伸びているものの問題もあります少子化です少子化の影響で働ける人が少なくなっているんです 訪問看護で営業所の開設に向けた採用で人件費が増えていますし、グループホーム関係では外注の派遣にかかる費用が増えています。そんな関係で売上は前年と比べて5%増えていますが、営業利益は 25%, 25も減っています。人材の確保がいかに大変かわかります。これからの超高齢化社会では、介護のニーズが高まることは間違いありません。 人材の確保など問題はいろいろとありますがなんとか成長してほしい銘柄です。のシステム情報システムインテグレーションの会社ですシシステテムインングレーションとはコンピューターやソフトウェアネットワークなどを組み合わせて利便性の高いシステムを作ることです。1433円 ×100 株14万3300円で500円分のクオカードがもらえます。 クオカードについては100株で500円、1000株で1000円相当です。利回りで考えると100株保有がベストとなります。1年以上の継続保有で2倍となって100株が1000円、1000株が2000円です。3年以上だとなんと4倍となって100株が2000円、1000株が4000円となります。 株価は6月30日の高値1738円から305円17.5%下がっている状況財務は安心できる状況です自己資本比率 66%DE レシオ0.1倍流動比率251%となっています営業キャッシュフローマージン比率は8.8%と悪くありません 利益率もなかなかで営業利益率11.1%純利益率7.4%です。総資産回転率が2.4回と高いこともあってお金を稼ぐ力がバッチリです。ROE26.5%ROA17.6% となっています。 前抜きの配当金が14円で配当成功36%でした。今回の予想配当利回りはゼロです。仮に前回と同じ14円であれば、利回り1%、優待利回り0.3%と合わせて総合利回り1.3%となります。コロナショックで株価が下がりましたが、その後は順調に株価を伸ばしています。ここ数日はようやく調整の感じがあります。今後の社会を考えると、 伸び4783の日本コンピュータダイナミクスシステム開発運用サービス駐輪場の管理運営が中心の会社です542円 ×1000 株54万2000円で2000円分のクオカードがもらえますクオカードについては1000株で2000円3000株で3000円5000株で 5000円となっています利回りで考えると1000株の保有がベストです3年以上の継続保有の場合1000株の保有だと1000円増えて3000円となります3000株以上の場合は2000円増えます3000株だと5000円5000株だと7000円となります3年以上の保有の場合でも1000株保有が利回り的にベストです 株価は1月17日の高で915円から373円40.8%下がっている状況財務は安心とは言えず自己資本比率 34%DE レシオ1倍流動比率154%となっています営業キャッシュフローマージン比率も2%と低めです利益率もそこまで良くなくて営業利益率5.1%純利益率3.5%となっています 総資産回転率が若干高いのと財務レバレッジが効いているので ROE が16.6%となかなかいい数字になっています ROA5.6% もいいです前抜きの配当金は14円で配当成功が余裕の17%でした今回も同じ14円で利回りが2.6%です優待利回りの0.4%と合わせた総合利回りが3%となっています 必要投資額も高めなので、ちょっと考えてしまう銘柄です。5974の中国工業。家庭用 LP ガスの容器を取り扱っている会社です。飼料のタンクや水素の容器などにも力を入れています。520円 ×100 株52000円で1000円分のクオカードがもらえます。クオカードについては100株で1000円。

財務は安心とは言えず自己資本比率 37%DE レシオ0.5倍流動比率131%となっています営業キャッシュフローマージン比率も3%と低めそして利益率がとても低くて営業利益率0.3%純利益率0.7%となっていますお金を稼ぐ力は低めで ROE2.2%ROA0.8%、e、となっています 前抜きの配当金は15円で配当成功55%でした。今回も配当金は変わらず、利回りが2.9%、優待利回り1.9%と合わせて、総合利回り4.8%となっています。利回りは高いですが、内容を見るとちょっと厳しいかなと思います。5万円台で手が出せるのは魅力的です。 それでは今回は9月が権利確定の株主優待銘柄のうちクオ・カードがもらえて長期継続保有優遇制度を取り入れている富士 PS セントケアホールディングシステム情報日本コンピュータダイナミクス中国工業を紹介しました皆さんは今回紹介した銘柄についてどのようにお考えですかご意見などどしどしコメント待ちしていますそれといつも高評価ありがとうございますとても励みになります これからも皆さんにとって有益な情報を発信していきますので、チャンネル登録をしていない方はぜひ登録してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。バイバイ。